ベルリンフリードリヒ通り駅、またはベルリンフリードリヒシュトラーセ駅はベルリン中心部のミッテクにある鉄道駅である。ベルリンを南北に走るフリードリヒ通りとシュプレー側と交差する地点の近くにある。なお単にフリードリヒ通り駅とも呼称される。冷戦中、東ベルリン側にあったこの駅は西側諸国からの長距離列車や西ベルリンからのエスバーニア、 ユーバーンが到着していたため、国境駅的存在としてよく知られていた。高架部分からは、レギオナルバーンやレギオナルエクスプレス、S バーンの5号線、7号線、75号線が、またシュプレイ側に沿った地下ホームからは1号線、2号線、25号線が発着する。また、南北方向へ伸びるフリードリヒ通りの地下には、ユーバーンの6号線のホームが設けられている。 1900年のベルリンフリードリヒドリ、駅1882年2月7日、ベルリン市街線開通と同時に、現在の S バーンが開業し、同年5月15日より長距離列車も運行を開始した。1914年に拡張計画が持ち上がり、1919年から1925年にかけて屋根が完成。1923年に、 現在の u b a 6号線と最初の地下通路が完成した。1936年には、ベルリンオリンピックに合わせ、S1 南北トンネルの北半分が開業し、現在の S1、S2、S25 が通る地下ホームが開業した。ありがとうございます。